はい、今日もあなたと百姓天国、本日は5月の7ということで、はい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 、取りましょう、エンド取りましょう、はいはいはい、もうぶら下がりまくりでございます、もう取りきれませんね。もう今日は多分外側これね、内側は絹さやは多分今日はもう取れないですね。この外側のこのもうスナップだけでおそらく終わっちゃうかなって感じですね。はいはい、もうあの後半戦もねできて仕上がってきたので、後半戦だけどね、病気ね、例によってあの病気出てきてるのでね、まあ毎度のことですけど、おそらく一気にまたねダメになりますけど、そろそろね、でもどうですか、今日5月の7ね、ズッキーニとかキュウリが取り始めればね、それほどね、まあ1ヶ月ね出せればいいので、いつから出荷し始めました覚えてないや、4月でしたよね、はい、ということで、まあまあね、ちょっとはっきり言うといつから、まあ1ヶ月出せればねいいんですけれども、収穫しながら何か話しようかと思うんですけど、何ですかね、何か何の話、何の話聞きたいですか良かったらあのラジオね、ラジオは月曜日から金曜日ね20分配信しております。今度あのなんか YouTube ライブとか生配信とかやってみますね、久々ですけれども、あんまり需要があるとは思わないですけどもね、でまあなんていうんですかね、なんか質問していただければいいんでしょうけど、まあね、あんまり質問して答えてもね、それこそあの桜井ファームさんとか新農園さんよくね2人でね生ライブ配信やってますけど、僕も昔ねやり始めた頃見ててコメントとかさせてもらったことあるんですけどもね、あのなんかね、まあ僕は別にね芸能人でもないし、なんかねそんなあのプライベートなことを語りたいとも思わないしね、なんか有益なことであるならばねやりたいとは思うんですけど、なんかあんまりねああいう昔ね YouTube がまだこうなる前のニコニコ動画とかね、昔はだからほら僕が1本目上げるときね2010年ですよね、2010年はどう考えたってニコニコの方が元気があったんだよね、はい、ニコニコが伸びるっていうふうに言われてたんだけど、見てねあの生主さんっていうのなんかねちょっと品がなかったんですよね。で僕はね、まあもちろん皆さんが見ればね品ない人間ですけど、ちょっとね一応プロの農家としてね有益なものを発信したいと思っているので、なんかちょっとああいう感じでね、なんか大変、言葉は大変失礼ですけど、チンピラ風な人がね多いような印象を受けたのでね、僕はチンピラではありませんので、百姓ですから一般の人が見れば似たようなもんかもしれませんけど、志高くやっておりますので私は、はい、ちょっと一緒にされると嫌だなと思うのもありましてね、まあそういう意味ではあのライブ配信とかもね、人様のやつをたまにねちらっとあのそんな見たことはあんまりないですけど、なんかちょっとねテーマを持ってなんかね話すとか、今ね事務局の人にお願いしと話してるんですけどね、なんか例えばよくわからないけど、まあ農業の話でもいいんですけど、何かしらそういう時代背景とかね、そういうような話をするようなね講演とかを、例えばどっかね東京のおしゃれなね代官山のどっかとか、なんかそういうのをしてもいいのかなというふうにね、例えば田舎暮らし、私の場合ね一応まあ田舎暮らしをずっとやってきて、まあ一応専門家というと大変ちょっとね偉そうで申し訳ないんですけど、30年田舎でね農業やって暮らしてきた専門家が今どういうふうに思うとかね、そういうようななんかちょっとしたその時代背景のような話はさせても、そういうなんか講演とかだったら意味があるのかなとかね、うん、まあちょっとねあの知的って言ったら申し訳ないですけど、そういうようなあれだったらいいですけど、まあなんかねそういう話ができるんであれば意味があるのかなというふうには思ってるんですけどもね、
まあ僕の中ではね、そういう話で言うと、もう日本はね、残念なことに、田舎でも都会でもないんですよ。残念なことにね。もうどっちもどっちでしょ。都会のタワマンがいいのか、ね、田舎のあの田舎暮らしのね、空き古民家がいいのかって、どっちも良くないですよ。っていう話でね、僕の感覚で言うとですよ。だからどっちもどっちも一長一短あるし、メリットデメリットあるわけでしょ。ね。まあ、あの、みんな、ん?どっかのその浦安のタワマンとね、田舎の過疎の空き家古民家を一緒にするっていうのはちょっと乱暴かもしれませんけれども、あのどこにもね、もう日本にはもうパラダイスはないんですよね。ただまあね、うまくそのメリットデメリットを生かしながら、まあ最近はよくね、二拠点生活みたいなね、あの YouTube とか見ててもそういう結構古民家田舎暮らし的なあれね、あのそれはそれでいいと思うんですけど、それもやりようですよね。でそこをうまく使うことができればね、僕はもっとねフレキシブルにホリエモンさんに近い形でね、家を持たない暮らしっていうのが僕はベストだと思ってます。はい、実質私なんかはもう今それに近いわけですよね。住まいはどこでもいいとね、もう何やったらね、本当にね、冗談じゃなくもうキャンピングカーね、最近はもうほらね、キャンプブームで、しかもね、あれが一巡二巡すると中古で落ちてくるわけですよね。それを安く買うね、軽キャンパーなんか新車で買うとね、高いのね、いっぱいあるけど、あれ多分ね、まあ僕はあのタバコ吸わないので禁煙車で、どうですか、100万ぐらい出せばもう立派なね、10万キロ走ってないやつが出てくるでしょ。まあ軽だとちょっと小さいかなとかって、だったらハイエースで買うとかね、多分もうちょっとね、このキャンプブームが落ち着いたら中古でそういうの出てくるだろうっていうのがね、皆さんも予想されると思いますけど、僕はもうそれでいいわけですよね。暮らしなんて僕にはもう何の興味もないので、でこうやって月に1回関東に行ったりしてるでしょね。だから関東でそういう古民家というかね、なんかそういうような物件とかも探してもいいしね、そしたら人が集まれるしね、そこはだから僕が暮らすというよりもみんなが集まれるようなスペースがあればいいだろうしとかね、そんなようなことをイメージしてるわけですよ。だからそうなってくると本当にもう僕自身はね、今こうやって月に1回ビジネスホテル泊まってますけど、あのなんていうの、お金がねもったいないと考えれば、そうやって同棲だったらみんなが泊まれるようなそういう古民家を買うとかね、まあいろいろですよね。本当にね、僕はそういう意味ではもうここからね、来年60ですけどね、あと10年ちょっとどっかで生きればいいと思えば、次の住まいなんてなくていいわけです。はい、もう何やったらその今野菜出荷してる出荷場で寝ようかなとかね、もう一つの拠点のところには事務所というかね、あのラジオをたまに撮ってる、あのそこでもね、普通に寝泊まりね、まあトイレやキッチンやあのシャワーないですけど、まあつけようと思えばつけられないわけでもないとかね、まあそんなようなことです。だから本当にね、何でもどうでもいいのかなっていう気がしてます。それよりやっぱりこう移動できるとかね、僕はそっちの方に重きを置いているので、本当にあのこうノマド的にね、こうやって動きながら畑やね、農業や農的なことができるかっていうのが僕にとって大きなテーマなのでね、良くないですか。もうだいぶパンパンになってきてるね。あんまり大きいとね、ちょっと硬くなって、ちょっとね、あの口の中でこうちょっとあのもごもごしますんで、まあ触って分かりますけどね、例えばもうこの下の方、この辺はねちょっともう硬いですよね、この辺ね、パンパンになってきてるやつはちょっとね、そっちの絹さやはだいぶね病気出てきているので、こっちもまあ病気出てますけど、まあだから本当にあれですよね、あの思いますけど、まあもちろん都心のタワマンに住みたい人はもちろん全然構わないと思うんですけど、こう田舎でね、ちょっとしたこうやって畑やりながら、例えばそうやって投資をしたりとかね、なんかよく分かりませんけど、そういうことをやってるんだったらもう一生安泰ですよね。もう今や普通にね、田舎でもネットはあるので、そういう暮らしをした方が僕は結構ね、
なんだっけ、あの軽井沢にビル・ゲイツさんの別荘があるんでしょ知りませんよ、本当に。本当かどうかね、ネットでちらっと見ただけなので、あ、そうなんって YouTube でね、へーと思ってね。軽井沢で多分一番いい場所、何億円か何十億円か知りませんけど、ビル・ゲイツさんだったら別にもう金の大小っていうのはないわけでね、あの人だとね。すごいよね、いいと思いますよ。あの特に夏場なんか涼しくてね、冬は結構雪降ったりするであれでしょうけども、だからそういうのも素敵だなと思いますよね。まあでもね、こう僕は百姓だしね、こうやってね田舎で転々としてると、そんな高級住宅なんかいらないですよね。別に損じゃなくたってね、気持ちがいい空間とか場所って僕らいっぱい知ってますからね。あんな豪邸はいらないよと思うんですよね。むしろその畑のところにさ、コンテナ置いてさ、そこでなんか適当に飯も食えれば、まあだからキャンプとかってそうだ、そういうノリに近いんだろうと思うんですけど、まあそれで十分ですよね。そんなようだったらテラスとか僕らいくらでも作ろうと思ったら作れますからね。まあいずれそんなようなこともね、まあもうちょっと落ち着いたらね、もうちょっと落ち着いたらって落ち着く時があるのかどうか分かりませんけども、はい。関東はね、ちょっとそういうこう拠点を作りたいなと思ってるんですよ、関東にね。ちょっとその辺はね、時間とお金かかるのであれですけれどもね。関東のね、今神奈川あたりでちょっとね、あの畑借りてますんで、あの辺でね、古民家とかね、ちょっと模索してますのでね、もしそういう、自分は神奈川のちょっと山奥の方に、遺産相続でね、いらないあの家があるとかね、そういう情報があったらね、教えていただけると思いますね。買います資金をそこに突っ込みます。僕はそこに行って暮らすってことはないと思いますけど、こっちにね農園があるのでね。まあでもね、いずれね、年取って70ぐらいになったら、私もねちょっと分かりませんから、一応70まで私現役で頑張るということは腹くくってますんで、あと10年ですよ皆さん、ね、だから逆に言うと、あと10年生き残ればいいんです、僕は。生き残ればというか、だから例えば体のこともそうね、歯もそうですけど、僕は全てもう70までと決めてますので、逆に言うとあと10年持てばいいわけです。だから体、この指もそうね、あの歯もそう、あと10年噛めればいいんです、僕は。なのでね、根本的にもう何かこうね、美しくしたりとかする必要はなくて、ある程度使えればいいね。僕もそれしか考えてないです、ね、なのでね、歯もね、あのもう多分もう奥歯ブリッジ入れたりとかしないと思いますもうどっか噛めりゃいいんですわね。そんな感じでね、僕はもう考えてますんで、あと10年ですよね、腰膝ね、あと10年。ちょっとね、山に登らなきゃいけないんで、ちょっと今はね、あの山登り、また今年結構ね山登りたいんですよ、ちょっと計画してますんで。山登らなきゃいけない、登りたいっていうより登らなきゃいけないんですわ、はい、修行ですねこれはまあプライベートなことではあるんですが、今年ねいくつか登りたいなとね。例えば僕、あそこもね、奈良の大神神社かね、まだ僕登ってないので、あそこはまず行かないといけないですよね。日本最古のって言われてるね、あそこにはね確実に本当に古い神様おらっしゃいますんで、登ってね、ちょっとコンタクトを取らさせていただきたいというふうに思ってます。そういうこともね、ちょっと私自身ちょっとやりたいので、それはどちらかというとね、もう年を取ってからの本当に私がやりたいことの一つなんですけど、農業はね、だから泣いても笑っても現場はあと10年なんでね、まあでもね、あの太陽熱マルチ、あるいはオーガニック不耕栽培、この辺はあと10年あればおそらく完成しますので、これはねしっかりと技術的にもね、この私の YouTube や太陽熱マルチはもうちょいですよね。それでほぼね技術的に確立するんじゃないかなと思いますね。
でそのやり方でやればね、特に人参なんかはほぼね、まあそれこそ本当に三浦半島で10ヘクタールね、10ヘクタール20ヘクタール全てオーガニック人参っていうのはね、そういう生産法人をね立ち上げてもいいと思いますね。私がやるかどうかはありませんけども、十分ねその耐熱マルチの技術を応用すれば、10ヘクタール20ヘクタール全てあのオーガニック栽培の人参っていうのは可能ですのでね、技術的にはもう何の問題もないというところまでね、もう少し持っていけると思いますね。はい、全然今のところ、あともうちょいですね、ちょっと技術の詰め方ね、そのマルチの張り方も含め、でもあの専業ね、人参だけでやるんだったらトラクターも含めてね、全部マルチある専用のねトラクターを揃えばいいだけのことなので、多分もっと効率は上がるはずですね。はい、おそらく20ヘクタールね、オーガニック人参でどうですか、普通のあの150円200円ぐらいでね、人参2本で200円とかで売れれば、売り上げ的にはどれぐらいになりますかね。10億では効かないと思いますけどね。で従業員はね本当にコンパクトにできると思いますので、何十人もいらないと思いますよね。まあトラクター 4,5 台ぐらいで、だからそれでやればそんなに、まあそれを私がやるかどうかね、年を取って経営だけ知れって言ったらね、そんなに難しい話じゃないとは思いますけど、どうですか三浦半島空いてます農地ね、三浦半島をねご覧になっている方ね、あそこら辺は大根ですけど、大根ができるということは多分人参もできると思いますんで、あったかいところですからね。あとはまあ私が以前いたね千葉なんかは人参ね山ほど作ってますんで、あちら側に行ってもいいですよね。もう以前いた千葉のところは本当にもう山ほど空いてますからね成田周辺は、あの空港の周りはねもうやる人いませんから、まあ以前いた地域に戻ってもねいいですけど、まあねちょっと芸がないのであれですが、まだまだ空いてますからねあの辺もね。まあそんなことですよね。何の話しましたっけ。でやっぱりその百姓図カフェはねちょっとやっぱりやりたいので、それはちょっとしっかりね当ては当てというかね、ちょっとやりたい構想はもうかなり具体、あの頭の中ではね、まあもちろんあの物件探しとかはあれですけど、コンセプトは固まってきてるんですけどね、もうちょっと先ですね。はい、ちょっと準備がいるので、で残念なことにね、やっぱり関東で出すっていうことになるのでちょっと残念ながらね、この中部地方ではちょっとね集客はあれですから、今度は失敗するわけにいかないんでね、失敗というかね、その普通にやるんではなくて、やっぱりしっかりとね、100年というと大げさですけどね、あの世代が渡ってね残るような飲食をやっぱりやりたいなと思ってますので、僕はほら20代の時にお店やってたでしょ。そうするとさ、例えば20代の時にね、自分が学生の時に飲みに行ってたところが、これが50、60になってまだ残ってるってやっぱり素晴らしいでしょ、ね、でもなかなかそういうことってないわけですよ。ですよね、残念なことにね、みんなそんなにね頑張らないから。でもねこう地元にもちゃんと愛されてね、あのずっと美味しいね、あのご飯屋さんっていうのはいいなと思ってるんですけどもね、実は言うとね、僕が育った中部地方のね山奥のあの村というかね、あの私は本当に村で育ったんですけど、そっからさ、例えば中学とか高校とかって山2つぐらい越えてね、あの高校とか中学行くじゃないですか。そうすると、まあ、駅があってね、駅前があるじゃないですかね。でそこのね、あの駅前にね、小学校のちっちゃい時からね、本当に1年に何回かぐらい、まあ、洋食レストランですよね、そこによくね親がね本当に誕生日の時とか1年に1回ぐらいね、本当にまだ僕は昭和40年のねところに駅前にね洋食レストランがあったんですよ。でねそこに行くのが嬉しくってさ、そこに行ってね、そのランチというかハンバーグランチみたいなやつを食べるわけね。それが美味しくてさ、多分今食べたって別に普通のハンバーグのランチなんだろうけど、子供の時はさハンバーグなんかなかったからね、岐阜の山奥に僕はカレーライスは食った記憶ってあんまりなくてね、ピザなんかね、まさに二十歳になって大学出てきてからピザってこういうもんかっていう感じだったんだけど、
実はね、その自分が小学校の時の低学年の時に楽しみにしてた洋食屋さんって実はまだあるのね。それをさ、ストリートビューで見つけてさ、しかもさ、自社ビルだから50年前40年前のそのビルがそのまま建ってるの。そこの1階がその洋食屋さんなのね。で、口コミとかレビュー見ると、もう50年やってる洋食屋さんとかってさ、マジかと、あるのかと。で、その時のね、その奥さんだった人がまだもう60か70になってね。そうだから多分俺がね、小学校の時には20代だったんだと思う。でもその方がまだおばあちゃんとして店に立ってるっていう口コミがあってね、マジかとね、いつかね行ってみたいなって思ってますけど、まあ実際に行ける時があるかどうか分かりませんけどもね。そんな風にね思えたらなんかあれかなと思ってね。今これぐちゃぐちゃ喋ってますけど、これ撮影できてんのかはい、こんなもんかな。喋りながらやればなんとか。前半がここまでね、後半がこんな感じだけどどうなんかな。はい、以上でございましたね。今日スナップエンド、あー疲れた。20分撮ったか。20分撮りゃまあいいわね。はい、それではまた。